僕の部屋の電球はこのように四角状になってて、ここに中に電球がこうにあって、吊るしてある電球だったんですね。んで、この紐が、ここの根元まで切れてまって、引っ張れなくなって電気がつけれなくなったんですよ。で、2、3日ちょっと使えなかったんで、真っ暗の状態だったんですけど、他の電球で照らしてたんですけど、ようやく新しいのを買いました。この中の電球のトランスを見たら、もうボロボロに錆びてたので、買いました。ってことで新しくなった電球がこれです。で、リモコンで明るさ変えれるんですけど、暗くすると、こんな感じ。明るくすると、こんな感じです。で、保安球もできて、全灯で、で、スリープタイマーも30分、60分あります。で、消えると。こうやって。はい。ということで、電球変えました。